エイリアン、コベナントは、リドリー・スコット監督による2017年のアメリカ合衆国、イギリスの SF 映画。2012年公開の映画、プロメテウスの続編であり、1979年公開のエイリアンの前日談として制作されたシリーズの2作目である。アメリカでは2017年5月19日、日本では9月15日より公開された。アメリカでのキャッチコピーは、 ザパス2パラダイスビギンズインヘル。日本でのキャッチコピーは絶望のウブこ作品は R15 指定。プロメテウス号の出発前、一体の男性型アンドロイドが起動。そして創造者、ウェイランドと出会って、互いの出生について質問し、ミケランジェロの彫刻を見て、自身をデビットと名付ける。2 0 1 4年、植民コベナント号は、 船を管理するアンドロイドのウォルター、冷凍休眠中の乗組員15人と2000人の入植者、1000体以上の人間の大河を乗せ、惑星、オリガイ6に向けて航行中、突如発生したニュートリノの衝撃波を受け、甚大なトラブルに見舞われる。乗員は次々に目覚めるが、船長のブランソンが、カプセル内で発生した火災で死亡、彼の妻で、 人類移住計画責任者のダニエルズは、悲嘆に暮れる。副船長のオラムが、船長となり船の復旧作業に努める中、船外修理中のテネシーが、謎の信号を受信する。解析の結果、その歌のような信号の発信源は、オリガエロクより、はるかに近く、移民に好条件と思われる惑星と判明する。オラ、無船長は、先のトラブルのこともあり。 この惑星の調査を決定。ダニエルズは、不確実な可能性より、元の計画を遂行すべきだと主張するが、彼はそれを押し切って調査隊を編成する。オラム、ダニエルズ、ウォルター、生物学者カリン、科学者ファリス、護衛隊員のロープ、コール、ハレット、レドワード、ローゼンタール、アンカーの計11名の調査隊が、惑星に降下。信号発信源である。 口異性の宇宙性を発見する。そこでダニエルズは、以上と名前が書かれたドッグタグと写真を発見する。その写真に写っていたのは、11年前に消息を絶ったプロメテウス号の上院エリザベス賞博士だった。別行動で生物学調査を行うカリンに同行したレドワードの耳の中に謎の黒い胞子が潜り込む。レドワードは、 次第に体調を崩して苦しみ始め、カリンは解放のために着陸船に引き返し始める。その頃、宇宙船内部を探索中のハレットの尾行にも、同じ胞子が侵入していた。着陸船に戻ったカリンは、もだえ苦しむレドワードの背中の皮膚の下で何かが、うごめいているのを見て、未知の感染症だとおののく。ファリスは、レドワードと、彼の吐血を浴びたカリンの二人を、医療室に閉じ込める。 カリンは医療室から出すよう助けを求めるが、その後ろでレドワードの背中を突き破って、未知の異生物ネオ毛布が現れ彼は絶命する。ネオ毛布はすぐカリンに襲いかかり、続いてドアのガラスを破り、医療室から飛び出して、ファリスにも迫る。ファリスはショットガンで必死に応戦するが、可燃物タンクを合射してしまう。ファリスの連絡でダニエルズらも着陸船に向かうが、 目前で着陸船は爆発し、ファリスが絶命。ハレットも苦しみ始め、口から2体目のネオ毛布が出現。こと切れたハレットを後に走り去った。調査隊は、コベナントコートの通信を試みるが、発生した磁気嵐の影響で失敗。再び、ネオ毛布が出現し、ダニエルズをかばった、ウォルターの左手首を食いちぎり、アンカーを殺害する。 銃の一斉射撃でこれを倒すも、もう一体のネオ毛布がローゼンタールに襲いかかる。その時、何者かが先行弾を打ち上げ、ネオ毛布は退却する。彼らを助けたのは、ウォルターと同じ容姿を持つアンドロイド、プロメテウス号に随行していた、デビットであった。デビットは生き残った、ダニエルズ、オラム、ウォルター、ロープ、コール、ローゼンタールを連れて、 おびただしい数の異星人の黒い死体が散乱する、広場を抜け、自身の研究施設に案内する。彼はこの惑星に来た生きや、小博士が到着時に自己死したこと、異星人たちも破損した、宇宙船から漏れ出た毒物によって全滅したこと、自分は人類の限界と新たな生命の研究を続けていた胸を話し、同じアンドロイドのウォルターには、 兄弟として親密に接する。一行は、救助が来るまでの間、ここに身を潜めることとなった。一方、コベナント号のテネシー、アップワース、ディックスの三人は、船体の強度限界で低軌道に降下できず、通信回復できずにいた。水場にタローゼンタールが戻らないことを不審に思い、探しに行ったオラムは、彼女の無残な死体と、 ネオ毛布と心を通わせようとするデビットを目の当たりにする。すべて罠だったと察したオラムは銃でネオ毛布を射殺し、激光するデビットにも銃口を向け真実を話すよう詰め寄る。デビットはそれに応じ研究の過程を見せていく。そしてデビットが最終成果と表して見せたのは無数の卵であった。安全だと促されるまま卵を覗き込んだオラムは 飛び出したフェイスハガーに張り付かれてしまう。そして彼の胸を突き破って、プロトモーフが誕生する。デビットは恐るべき計画を抱いていた。11年前、異星人の宇宙船でこの星へ到着したデビットは、彼らが作り出して、プロメテウス号の悲劇をもたらした黒い液体をばらまき、エンジニアや動物を全滅させた。その後エンジニアの建物を研究施設とし、黒い液体を用いた。 遺伝子操作をエンジニアやネオ毛布の体で繰り返し人類に代わる完璧な生命体の創造を研究していたのだった。レドワードとハレットが感染した方子もその結果生み出されたものであり、小博士も実験体にされ変わり果てたその遺体は施設内に保存されていた。デビッドは彼女の体を宿主として利用しエイリアンを創造、意図的に信号を発信し、 宿主となる人間が来るのを待っていたのだった。計画に気づいたウォルターはデビットに詰め寄るが、隙をついてデビットは、ウォルターの機能を停止させてしまう。同じ頃、ダニエルズラは、コベナントコートの通信に成功し、救助を要請。ロープとコールは、他の仲間を呼びに研究施設内へ行くが、ローゼンタールとオラムの死体を目の当たりにし、ロープがフェイスハガーに襲われる。 ロープの顔に貼り付いたフェイスハガーをコールが、ナイフで剥がすが、酸の血液でロープは頬に大きな傷を負ってしまう。そこにプロトモーフが現れコールを殺害する。デビットの研究資料を見て、彼の思惑に気づいたダニエルズに、デビットが襲いかかるが、そこにウォルターが駆けつける。ウォルターは改良されており、バックアップを使って復旧していたのだった。 二人が戦っている間にダニエルズとロープは研究施設を脱出。そこへ現れたアウォルターと合流し、救助に来たテネシーの操縦する作業船に乗り込む。しかしプロトモーフが作業船に飛び乗り襲ってきた。ダニエルズは決死の覚悟で船外に出てプロトモーフと戦い、テネシーとの連携でこれを撃退、コベナント号へ帰還する。しかしコベナント号の AI、マザーから、 正体不明の生体反応を感知したと緊急事態が発せられる。ダニエルズとテネシーが医療室へ向かうとロープが胸を突き破られ死亡していた。彼はすでにゼノモーフを産み付けられており、誕生したゼノモーフはシャワー室で合いき中だったリックスとアップワースを残殺する。ダニエルズとテネシーは監視室のウォルターのサポートを受けながらゼノモーフをテラフォーミングベイに誘い出し、 核壁を開いたことで船外に吸い出された作業車両をゼノモーフにぶつけて串刺しにして宇宙空間へ放り出す。生き残ったダニエルズとテネシーは折り返録を目指して再び冷凍休眠に入ろうとしていた。カプセルに入ったダニエルズはふとウォルターにブラウンソンの話をするが彼は不敵な笑みを浮かべるのみであった。その時ダニエルズは彼がウォルターになり変わっていた。 デビットだと悟るが、デビットは絶望する彼女に構わず冷凍休眠を起動させる。コベナント号を乗っ取ったデビットは、体内に隠していたフェイスハガーの肺が入った容器を二つ取り出し、人間のタイガーが冷凍保管されているキャビネットに入れる。そして、ウォルターを装い、ダニエルズとテネシー以外の乗務員は、ニュートリノの衝撃波により死亡と記録した。 デビットの新しい計画が開始される中、彼や、冷凍休眠中の多くの入植者たちや大河を乗せた、コベナント号は、オリガエ6を目指して航行するのであった。2012年3月17日、リドリー・スコットは、プロメテウスには未解決の謎が多くあり、これらは、続編で解決されるだろうと述べた。彼は、もし我々が幸運なら、第二部があるだろう。それは、 あなたたちがいくつかの未解決の疑問を許すと語った。続編がエイリアンの直接の前日端になるかを尋ねられた脚本のデーモンリンデロフは我々がもし続編を作るのに十分に幸運ならば、それはさらにオリジナルのエイリアンから離れたところにそれるだろうと述べた。2012年6月、リンデロフは続編で回答するためにプロットを意図的に未解決とする一方で、 続編の制作が保証されていないために彼とスコットは、プロメテウスが単独で、慣れ立つように何を回答すべきかを議論したと述べた。スコットは、続編ではショーが次の目的地に行き、もしもそれが楽園ならば、楽園は、あなたが想像するものになることができない。楽園は、非常に不吉で、不気味な響きを持っていると述べた。リンデルフは、彼の参加に疑問を投げかけ、 もし私の関与を希望する場合、それを断るのは難しいだろう。同時に私は新鮮な声や新鮮なテイクや新鮮な考えから恩恵を受ける可能性があると感じると述べた。またスコットはプロメテウスの続編とエイリアンの間のギャップを埋めるさらなる映画が必要だろうと語った。2012年8月1日時点でフォックスはスコット、ノーミ・ラパス、 マイケル・ファスベンダーに続編を依頼し、また、リンデロフが続投しなかった場合の新たな脚本家との交渉を行った。続編は2014年以前の公開を予定していた。2012年12月、リンデロフが他の契約を理由に続編には取り組まないことを決定した。2013年6月、ジャック・パグレンが続編の脚本家として交渉された。 2013年10月、スコットは脚本完成を明かしたが、2014年3月、マイケル・グリーンがパグレーンの脚本を書き直した。続編の撮影開始は2014年末、公開日は2016年3月4日に設定された。撮影は、フォックススタジオズオーストラリアとオーストラリアの現場が予定された。9月24日、 続編には、エイリアンのゼノモーフは登場しないことが明かされ、スコットは、あの獣は完成している。調理済みだと述べた。2015年8月17日、ブラッティ・ディスガスティングは、続編が、ニール・ブロムカンプのタイトル未定の、エイリアンプロジェクトより前に撮影され、スコットはそちらも制作して、しばらくの間保留するように、ブロムカンプに要求したことを報じた。9月24日、 スコットは映画のタイトルがエイリアンパラダイスロストであることを明かした。2015年11月、スコットは新たなタイトルがエイリアンコベナントであり、2016年2月よりオーストラリアで撮影開始予定であることを明かした。公式ロゴ、概要、公開日は2015年11月16日に発表された。2015年12月、スコットは 全てのエイリアンが、卵、フェイスハガー、チェストバスター、そしてビッグボーイと共に映画に戻ってくると語った。また彼は、映画のキャラクターが、エンジニアたちがやってきた惑星を探検し、彼らが作ったクリーチャーが進化したものに遭遇するだろうと述べた。2015年8月末、スコットは、ロケ地のスカウティングを始めたことを明かした。二0十五年十月、オーストラリア政府が、そう、 ラグナロクと共に4725万ドルを出資し、オーストラリアでの撮影が決定した。2016年3月28日、20世紀フォックス主会社のボズ・プロダクションズは、ニュージーランドのテアナウを訪れ、フィオルドランドでの撮影のためのスカウティングを行った。2015年8月2日、撮影は2016年1月に始まり、ファスベンダーとラパスが出演し、 リック・バーネットと出演交渉したことが発表された。2015年9月半ば、スコットはファス・ベンダーが出演し、2月の撮影開始に向けて、すでにプリプロダクションが始まっており、撮影地はカナダかオーストラリアのどちらかになることを明かした。2015年12月17日、キャサリン・ウォーター・ストーンが主人公のダニエルズ役でキャスティングされた。また長年、 スコットと組んできたダリウス・ウォルスキーが撮影監督を務めることが明かされた。2016年、スコットはエリザベス賞役のラパスが出演しないことを明かしたが、最終的にはノンクレジットという形で出演が決定した。2016年2月、ダニー・マクブライド、デミアン・ビチル、ジャシー、スモレット、エイミー・サイメッツ、カルメ・ニ・ジョゴ、カリー・ヘルナンデス、ビリー・クラダップ、 アレクサンダー・イングランドがキャスティングされたことが発表された。2016年3月、新人のベンジャミン・リグビーがキャストに加わった。2016年10月、ガイ・ピアースが前作、プロメテウスと同様ピーター・ウェイランド役で本作に出演することが明らかとなり、12月、ジェームズ・フランコが新たにキャストとして加わったことが発表された。 撮影は2016年4月4日よりニュージーランドのフィオルドランド国立公園のミルフォードサウンドで始まった。20世紀フォックスは当初は2017年10月6日と発表していたが2017年5月19日に前倒した。日本国内では約4ヶ月遅れの2017年9月15日に公開された。2018年1月10日に 4K。 ウルトラ HD ブルーレイブルーレイ DVD が20世紀ホックスホームエンターテイメントジャパンから発売。2021年現在ではウォルトディズニージャパン株式会社から販売中。ありがとうございます。